その鍵は赤飯に入っている小豆だと思います。僕も詳しくはないので、もしかしたら情報が誤っている可能性もあるんで、もし間違ってたらぜひ教えてほしいんですが、ヨーロッパでは小豆は苦く渋いものと捉える傾向があるそうです。おそらく赤飯なんて食べ物はない。ちなみにあんこもおそらく好きではないでしょう。で、この表情を見返すと、苦い、渋いものを食べているような表情に見えます。つまり、薫はこういう食生活に慣れていないんだと思われます。そしてその傾向があるのがヨーロッパの人ということになると、薫インターポール説が再燃してくるんですよね。もしかしたらフランスで生まれ育った人だったりして。でも日本語が堪能ですから両親が日本人の本人も日本人かもしれないですが、一人だけ